ヤブタビラ小族ラプソネストラムは、菊花科の小型の総本の群。小型の総本で一年層か一年層。根室用が多数あって、ロゼット状になる。用心は右上に裂ける。頭鼻は小さく、双方は円柱状をしており、双方辺は2列に並び、外の列は小さくて、内側は5から8辺からなっている。 頭花に含まれる小花はすべて絶情花で、花弁の先端には5個の葉があり、色は黄色。痩せ川は長う円型でやや扁平になっており、毛があってその表面には、不均一な10から13の藁がある。先端は、くちばし状になっており、感毛はない。染色体の基本数は、X イコール8。北東アジアに4種があり、日本には以下の2種がある。 ここに所属するものは、従来はラプツナに含めていたもので、重要な特徴と考えられたのは、やせかに関望がないことである。しかし近年の再検討でこの属にまとめられることとなった。ラプツナの和名は、ヤブタビラ子属が用いられてきたが、該当のシュガ族から出たことで変更となり、現在は、ナタネタビラ子属である。 この属に含まれる種は日本には自生しないが、ヨーロッパ原産のナタネタビラコエルコンニーズは、最近になって日本で、期間の記録がある。なお、本属は、鬼タビラコ属ユンギアに近縁なものと位置づけられている。この属と本属の種に関しては、両者の雑種がよく発見されることから従来から近縁ではないかとの考えが示されていたこともあり。 さらには両者を同族にまとめるべきとの説もある。以下、大橋ほか編、P282 以下、主として、大橋ほか編、P282 佐竹ほか編、P234。ありがとうございます。